秋篠宮殿下の DNA 鑑定問題、知っていますか？今回の動画では、秋篠宮に DNA 鑑定用のハッシュタグが SNS でトレンド入りした背景に迫ります。この疑惑は、自民党が新たな皇位継承の組織を立ち上げる中で浮上し、多くの人々の関心を集めています。武田氏が秋篠宮殿下について、美智子様の妹夫婦の子供であると、発言したことが大きな波紋を呼び、SNS 上で DNA 鑑定の必要性を訴える声が高まっています。さらに、愛子さまを皇位継承者とする意見や、女性皇族が結婚後も皇室に残る案についても議論が盛んです。愛子さまは教育や文化活動に積極的に取り組んでおり、その人気は高まる一方です。世界各国の女性王族と肩を並べる存在として、愛子さまへの期待が寄せられています。武田氏の発言をきっかけに、秋篠宮殿下の出自に関する疑惑が再燃し、DNA 検査の必要性がますます議論されています。秋篠宮殿下と安西氏の外見的な相似性について、多くのユーザーが言及しており、ハッシュタグがトレンド入りするほどの反響を呼びました。この動画では、秋篠宮殿下の出自に関する疑惑や、皇位継承に関する最新の議論について詳しく解説します。視聴者の皆さんには、秋篠宮殿下の出生に関する新たな事実や、皇室内での複雑な背景をお届けします。この問題に関する議論はますます加熱しており、今後の展開にも目が離せません。どうぞ最後までご覧ください。今回のテーマは秋篠宮に DNA 鑑定をのトレンド入りについて解説します。この話題は、皇位継承に関する新たな動きと関連しています。まず、自民党が安定的な皇位継承の在り方を議論するために、新組織の立ち上げを決定したことが大きな話題となっています。この新組織は、自民党総裁である岸田文雄氏直属の特別機関として設置され、トップには麻生太郎副総裁が就任する予定です。この新組織の設置に伴い、皇位継承に関する議論が加速することが期待されています。自民党は、2021年に政府の有識者会議がまとめた報告書に基づき、女性皇族が結婚後も皇室に残る案や、旧宮家の男系男子を養子に迎える案などを検討しています。これにより、皇族の数を確保し、安定的な皇位継承を実現することが目指されています。一方で、秋篠宮殿下に対する DNA 鑑定の要求が SNS でトレンド入りした背景には武田氏の発言があります。武田氏は秋篠宮殿下が美智子様の妹夫婦の子供であるという衝撃的な発言をし、これが大きな波紋を呼び起こしました。この発言は武田氏が自身の YouTube 番組内で行われたものであり、その後番組は削除されたものの再び注目を集めています。武田氏の発言を受けて、SNS では秋篠宮殿下と美智子様の妹の夫である安西氏の外見的な相似性が話題となり、秋篠宮に DNA 鑑定をのハッシュタグがトレンド入りする事態となりました。多くのユーザーが DNA 検査の必要性を訴え、噂の真偽を確認すべきだという声が高まっています。さらに、この問題が浮上したことにより、皇位継承に関する議論も一層活発化しています。秋篠宮殿下がもし美智子様の妹の子供であるならば、皇位継承の資格がないという指摘もあります。これにより、皇位継承の正当性を確認するための DNA 検査が求められる状況となっています。以上のように、秋篠宮殿下に対する DNA 鑑定の要求は、皇位継承に関する新たな動きと深く関連しており、今後の議論の行方が注目されます。次は女性天皇の可能性についてです。現在、日本の皇位継承については、父方の血統が天皇とつながる男系男子に限るとされています。しかし、2021年に政府の有識者会議がまとめた報告書には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案や、旧宮家の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれており、これらの案が注目されています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案に関して、特に愛子さまに対する期待が高まっています。愛子さまは現在、
教育や文化活動に積極的に取り組んでおり、その姿勢から国民からの支持も非常に高いです。愛子さまを皇位継承者とすることで安定的な皇位継承が実現すると考える意見も多く見られます。さらに世界各国では女性の王族が多く存在し、その多くが非常に優秀な成績を収めています。例えばデンマークのマルグレーテ2世やイギリスのエリザベス2世など、多くの女性王族が国家の象徴として高い評価を受けています。日本においても愛子さまがこのような女性王族と肩を並べる存在であると期待されています。愛子さまが皇位継承者となることについては多くの国民が賛同しています。あるニュースサイトのコメント欄には、国民投票で今の天皇家をどう思うかを実施してほしいという意見や、男女平等の日本で女性の天皇が誕生しないのは不思議だという声が寄せられています。また令和の次は愛子天皇の誕生を期待しているといった意見も多く、これらの声が国民の総意となりつつある現状です。一方で秋篠宮殿下に対する批判的な意見も存在します。秋篠宮殿下が皇位を継承することに対して反対する意見が多く見られ、特に愛子さまを支持する声が強いです。このような状況から女性天皇の議論が一層活発化しています。以上のように女性天皇の可能性については多くの国民が関心を寄せており、愛子さまがその象徴的な存在となっています。今後の議論の行方に注目が集まります。次は武田氏の発言とその影響についてです。武田氏が発言した内容は、秋篠宮殿下が美智子さまの妹夫婦の子供であるというものであり、この発言は大きな波紋を呼び起こしました。武田氏は明治天皇の曾孫という肩書きを持ち、作家や評論家として活動している人物です。彼の発言は自身の YouTube 番組内で行われ、その後番組は削除されましたが、再び注目を集めることになりました。武田氏が発言した内容は、秋篠宮殿下が美智子さまの妹の子供であるという衝撃的なものでした。具体的には、武田氏は秋篠宮殿下は美智子さまの妹夫婦の子供だから似ていないのは当然だと語り、この発言が再び取り上げられることとなったのです。この発言に対しては多くの反響があり、 SNS やニュースサイトで広く議論されました。 SNS では秋篠宮殿下と美智子さまの妹の夫である安西氏の外見的な相似性が話題となり、秋篠宮に DNA 鑑定を問いるハッシュタグがトレンド入りしました。多くのユーザーが DNA 検査の必要性を訴え、噂の真偽を確認すべきだという声が高まっています。このような状況から秋篠宮殿下の出自に関する疑惑が再燃し、皇位継承に関する議論も一層活発化しています。武田氏はこれまでにも皇室に関するさまざまな調査を言ってきましたが、今回の発言は特に衝撃的であり、多くの視聴者を驚かせました。皇室に関する情報は非常に厳重に管理されているため、武田氏の発言が事実かどうかを確認するのは難しい状況です。しかし武田氏がこうした発言をしたことで、秋篠宮殿下の出自に関する疑惑が再び注目されることとなりました。秋篠宮殿下に対する DNA 鑑定の要求は SNS 上での議論を巻き起こし、多くのユーザーが秋篠宮殿下と安西氏の相似性について言及しました。このような状況から秋篠宮に DNA 鑑定をというハッシュタグがトレンド入りし、 DNA 検査の必要性を訴える声が広まりました。以上のように武田氏の発言は秋篠宮殿下の出自に関する疑惑を再燃させ、SNS やニュースサイトでの議論を巻き起こしました。これにより皇位継承に関する議論も一層活発化し、今後の展開に注目が集まります。最後は秋篠宮の出生に関する疑惑についてです。秋篠宮殿下の出生に関しては武田氏の発言がきっかけで再び注目が集まっています。武田氏の発言によると、秋篠宮殿下は美智子さまの妹夫婦の子供であるとされています。この発言は秋篠宮殿下と上皇陛下との外見的な違いを理由に裏付けられています。まず
秋篠宮殿下と上皇陛下の外見的な違いについてです。上皇陛下の身長は165cm で、母親である美智子様は 162cm です。一方、秋篠宮殿下は 178cm と非常に高く、兄である天皇陛下は 163cm で体型も上皇陛下と似ています。このように秋篠宮殿下と上皇陛下との間には明らかな身長差があり、顔立ちも異なるとされています。この点から、秋篠宮殿下が上皇陛下の実子ではないのではないかという疑惑が浮上しました。また、秋篠宮殿下が美智子様の妹夫婦の子供であるという説についてです。この説によれば、美智子様が秋篠宮殿下を自らの子供として育てた背景には、皇室内での長男のみでは不安定な状況を避けるため、予備として広く受け入れられたという理由が考えられます。昭和の時代において、皇室内での安定を図るためにこのような措置が取られたのではないかという見方があるのです。さらに、武田氏が発言した美智子様の妹夫婦の子供であるという内容は、多くの人々にとって衝撃的でありながらも納得される部分があるとされています。実際に、美智子様の妹の夫である安西氏は身長も180センチメートル程度あり、体型も秋篠宮殿下に似ているとされています。このような外見的な相似性から、武田氏の発言が現実味を帯びて受け取られています。 SNS やニュースサイトでは、この疑惑について多くの議論が巻き起こっています。特に、秋篠宮に DNA 鑑定をというハッシュタグがトレンド入りし、多くのユーザーが DNA 検査の必要性を訴えています。このような状況から、秋篠宮殿下の出自に関する疑惑が再燃し、皇位継承に関する議論も一層活発化しています。以上のように、秋篠宮殿下の出生に関する疑惑は、武田氏の発言をきっかけに再び注目を集め、多くの議論を巻き起こしています。今後の展開に注目が集まります。今回の動画では、秋篠宮殿下の DNA 鑑定問題や武田氏の発言が引き起こした波紋についてお伝えしました。この疑惑は、自民党が新たに設立した皇位継承に関する組織の動きとも相まって、多くの議論を巻き起こしています。また、愛子さまを皇位継承者とする意見や、女性皇族の地位についての議論も非常に活発です。武田氏の発言がきっかけで再び注目を集めた秋篠宮殿下の出自に関する疑惑、 SNS では、秋篠宮殿下と安西氏の外見的な相似性が話題となり、 DNA 検査の必要性が訴えられています。このような状況から、秋篠宮に DNA 鑑定をというハッシュタグがトレンド入りし、多くのユーザーがこの問題に関心を寄せています。視聴者の皆さんは、この問題についてどう思われましたか？武田氏の発言が事実であるかどうか、また DNA 検査が行われるべきかについて、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。また、愛子さまを皇位継承者とする案についても、皆さんの考えをお聞かせください。この動画が少しでも興味深いと思っていただけたなら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最新の皇室情報や今後の展開についての続報もお届けしていきますので、ぜひお見逃しなく。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。